が最後の本当に最後の曲になります。この23区の曲で一緒に共有していきましょう。東京は、ありがとうございます、ではここでですね、また一発発表をちょっとしてみたいと思います。ただその前に、本日非常に多くのご来場の方いらっしゃいました、告知の段階でも、言ってましたけれども、今回50枚以上のチケットを販売させていただきましたので、新曲のデモを流したいと思います。メンバーも全く聞いたことはありません。問題です。本当にここ初出しです。それでは新曲デモ短いですか、どうぞお願いします。
一曲です。まあこれにみんなの歌声が入ったりとかして、アレンジも加わったりとかして、一つの曲に改めてなりますので、完成をお楽しみにしてください。でさらに発表を続けたいと思います。以前からホームページで公開しておりました、スピンオフ山頂スピンオフユニット、こちらのメンバーを発表していきたいと思います。こちらの山頂ユニットですけれども、前回の、山頂イジャン、撮影協力いただきました東京タワーさんですね、こちらの方でイベントスペースクラブ333がありますけれども、こちらの定期公演をはじめ、東京23区ガールズの活動は変わりません。ただプラスした形での活動としてのユニットになります。ただし、すいません、1月から予定をしておりますが、コロナ禍のため申し訳ないですがちょっと、スタートという時期がまだ決定しておりません。順次コロナ禍の収束を願いつつ、こちら山頂ユニット、活動活動を、開始していきますのでよろしくお願いします。それでは、呼ばれたメンバー前に出てきていただいて、軽く一言いただきましょう。それでは一人目発表します。渋谷ハチ、2人目、ミナトルナ。みんなさんの応援があるから頑張れてます。山頂ユニット頑張ります。ありがとうございます。3人目、目黒リオ。これからはもう歌唱力だったりパフォーマンス面でももっともっとスキルアップして皆様にもっとたくさんの方にね大きいステージでできるようにもっともっと頑張っていくのでもっともっとたくさん愛し愛されいっぱい頑張っていきましょう。よろしくお願い、いっぱい頑張っていきましょうって頑張っていくのでぜひぜひよろしくお願いします。4人目、葛飾里香。頑張るので、23区をよろしくお願いします。ありがとうございます。5人目、足立ひろこ。自然に色が頑張ります。これから先もみんなで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、以上5名が、山頂スピンオフユニットとなります。こちら23区ガールズ、こちら活動したままですがそのままプラスした活動として、この5人、すいませんスタートは決まっておりませんが、順次発表していきます。活動に関しましても、順次広げていきたいと思いますのでぜひ応援引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、本日以上となりますので、この後写真撮影タイムを行い物販という形で進めたいと思います。一度メンバーから、最後挨拶をした後写真撮影をしたいと思います。はい、では皆さん本日ありがとうございました。お集まりいただいてありがとうございます。たくさんの発表と、今後の東京23区ガールズのために、もっともっと皆さんこれからも応援よろしくお願いします。待って、お辞儀しようと以上私たち東京
写真撮影を行いたいと思います。